の打線を代表しまして、プロセスの猛打賞を超えて4安打までの坂倉選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。3年前から応援することがあったんでしょうか。3年前から今日は気持ちの部分では入り方はどうだったんでしょうか。そうですね、今は厳しいね。もう自分ができることを、かけるしかないところからで、必死になりました。それにしてもすごい打撃でしたね。良かったです、はい、特に3回は実に34年ぶり球団タイ記録の1イニング11安打という猛攻の中で出ました。2本のヒット、そしていずれもタイムリー、あの辺の感触を教えてください。もう必死に打席に入ったので、もうとにかくつなごうと、いう結果が、いい結果になって、本当に良かったなと思います。猛打賞も始めて、さらに続けて4安打、4打点、4安打全てがタイムリー、この辺いかがでしょう。本当につなぐ意識だけで入ってますし、もう自分ができることを、やるしかないと思っているので、それだけです。昨日チームはちょっとショックな負けになりました。そういう部分では完全に今日の勝ちというのは吹っ切れたんじゃないでしょうか。そうですね、チームとしても、やり返すぞっていうチームで、今日入っていったので、すごいいい結果になって良かったと思います。そういう意味ではこの名古屋ホームで前回やられた徳田投手、同期入団ですが、プロから今シーズンの初勝利しましたけれども、そのあたりについていかがですか。本当にベンチで話し合いながら、なんとか、しのいでいって、こういう結果になったので、良かったなと思います。さあ、明日取って地元に帰らなきゃいけません。そのあたりではいかがでしょうか。お聞き込みを聞かせてください。そうですね、もう、今日のようにチームで、一つとなって頑張っていきたいなと思います。そして昨日からお客様が入りまして、非常に温かい、そして力強い声援もあったかと思いますが、皆さんにも一言お願いします。こういう状況で、大声とか応援とかないですけど、拍手とかで、すごい力をもらってます。ありがとうございます。素晴らしい活躍でした。岡田選手。